ちょうどこの放送している<え>ただいま現在3.113月11日、はい、3年前のきょうね東日本大震災があった収録しているのがはい、はい、3月11日です、はい、えー、しかもまあつい先ほど本当に2時46分を迎えたところです、はいえー、東日本大震災から3年ですねええ えー、亡くなられた方のご冥福を改めてお祈りいたします。亡くなられた方が2はい。二、え、万、ー。 1>, 1万,万5884名の方、はい、そして行方不明の方が、えー、10日現在で2633名、はい、ということですね。そして、うん、田原さんそのその後なんですが、うん、震災関連死ということで3件で2973、うん、人もの方が、ねうんえー、その後のそうなんです体調悪化や自殺などということで。うんうん ストレスもある、はい、あるいは病院に入院してたのに、うん、病院が被災して引っ越しをしなきゃいけないとかとい無理やりのいろんなことがありますねはい、うん。すごく残念な数字なんですが亡くなられた方も多いけども、うん、復興は非常に遅れてるそうですねあのもう先週も少し田良さんに伺ったんですが、うんはい、もう復興 住宅まあ、復興まだまだというところがありまして、うん、え復興住宅の建設はまだ9%程度、はい、そして、えー、26万7000人の方が今も避難生活、うん、さらに10万4000人の方はいまだに仮設住宅だということなんですね。ねうん、その阪神大震災とととと比べるとということなんですが、うん えー、同時期の入居率が仮設もう50%台だったということなんです、うん、難しさがある阪神大震災との違いは大きく分けて3つある、はい、まず1つはね津波がね、はい、あの阪神の時にはその大した被害はなかったまああのそれがね<あ>結局あの<で>瀬戸内海があり、うん、でだから内海でありあの、えね、ーうん 津波の被害がなかったこと、ほとんどね。それから何より大きいのは原発の被害がない。あの阪神大震災には原発は全くなかったと。それからもう一つは今度はね。やっぱり範囲が広い極めてこういうことなんでしょうね。ま、阪神の場合はそのま建物やその現地での復興でいいんですが、ま津波ですと。では高台に移転したり、その住民の方の意見が。 まとまらなかった、はい、いろいろ難しい問題が。阪神大震災は極端に言えば、はいうん、地震で倒れた、そこに建てらればよかったわけだ。そうですね。ね、今度は津波だから、うん、そこに建てられないわけ。うん、だから、ね、持って言えば、要するに山を削って、高台を作って、そこにやらなきゃ。そう、そうなると、住民がやっぱ元のところに住みたいよと。 別れるのは嫌だよと、うん、いろいろ出てくるでしょうね、うん、そういうもんねもともとのところがいいっていう方もいます、うんはい、でさらにですねその用地買収が進まない自然、うん、資材や人件費が高くなっていることをしているということも影響があるそうですねえ、ね、あのまあこれは、えー、今ね日本でこれいい悪いことじゃないんだけど、うん、つまり、はい 求人数より、求職数の方が少ないんです。だから景気が良くなっている。うん、だから、あの、<っ>うん、つまり。人が足りない。はい、人が足りない。しかも、東京やオリンピックがあるせいもあって。うん、東京や、そういう大都市で、人が足りないから。東北まで、行かない。あの、先日原発の作業員の方のインタビューを見たんですけれども、うんはい、やっぱり原発の作業員の方も。ある程度、あの。 被爆量がたとすると去らなければいけなくて、うん、そこに来る人が足りない、はい、という話ですよね。うんうん、ねだからまあ復興を受けてる。る、うん、それからもう一つね実はこのあの一、えー、月のあ二月の、えー、東京都知事選が終わるのを待ちかえて、はい、ねその、えー、エネルギー基本計画案、それか政府案というものを政府案でた。はい。 これなんでこんなね、実はこの政府案がほとんどまとまったのは去年の十一月なんですね。もう去年の秋のうちにはまとまっていたんですね。うん、だから本当ならば去年のこの経営、うん、の復興あの計画案は去年の十二月に出るはずだった。うん、なんで出なかったか。東京都知事選なんですよ。<あ>つまりこのエネルギーの基本計画案の中には当然原発がある。うん どうするか。大きな問題ですね。うん、ところが、東京都知事選のテーマの一つが大きなテーマ。はい、特に細川さんやお宮さん、うん、反原発なんです。うん、で、小泉さんがダーンとね、うん、非常にアジテーションて,さてまさに今度の、はいえー、都知事選のテーマが反原発か原発をどうするかだった。うん、で、政府はその反都知事選、いや、という都知事選の原発ムード。 これ下手にこことかぶるとより反原発が強まってこの反原発の人が当選するんじゃないかこれ怖いから本当ならば10月12月にまとめるべきをこの東京都知事選が終わるまで伸ばしたんです本当はもうその前に出せたのに、うん、都知事選にその影響を松江さんは当選するのを待って出した。 でもよく田原さん、民意を問うって言いますけど、任意を問うものですよね、選挙って。だったら、国とではありますけども、だから、民意を問う選挙に、要するに言ってみればね、やっぱり政府は、後ろめたいんですよ昨日かな、昨日の東京新聞の世論調査で、原発は嫌だという人が69%ね約7割。7割の人が原発嫌だと言ってる。 でそういう時に、原発嫌だという宇都宮さん、原発嫌だという細川さん、両方立候補しているとなると、その両方が相当食うんじゃないかと、うん、票をね、そういった案を出した後だと、まあ、自民党が、はいえー、この推薦している松尾井さんが負けるんじゃないかという、うん、この恐怖感があったんじゃないかな。うん、なるほど、うん